この動画では日本農業新聞を僕が読んで気になった記事を皆様に紹介して一緒に勉強していこうという動画です。最後まで視聴よろしくお願いします。今回で17回目になります。2024年7月18日木曜日の日本農業新聞です。続々と発表、早期概算金、JA 高知県で〇〇〇円アップ、全国的に上がってる。二つ目が米の話です。緑肥だけで窒素供給、どこでどんな試験なのか。私の会社でやってる緑肥よりいい方法があるんですけど、それを紹介したいと思います。で、一番の続々と発表早期概算金の記事についてなんですけど、前の動画でも紹介してるんですけど、本当に今年は早期米の概算金が結構上がってて、で、JA 高知県で2024年産の米の概算金を大きく上げることが17日分かった。コシヒカリや南国育ちなど3銘柄について前年産当初比で60キロあたり4500円上げる。4500円上がるみたいですね。前の農業、前回7月上旬の日本農業新聞だと鹿児島と宮崎の早期米の概算金が出たんですけど、その時も例年、去年より5000円ぐらいアップして1万9000円とかそのぐらい上がってたので、まあ全国的に多分概算金が上がってる、まあ期待していいかなと思います。1番の記事については以上になります。で、2番のまた米の話なんですけど、緑肥だけで窒素供給っていう記事なんですけど、まあどこでっていうと、三重県の農業研究所で行われている試験で、で、どんな試験っていうと、水稲栽培での化学肥料低減へ窒素成分を緑肥だけで補う試験を進めている。で、県育成の水稲品種夏色で窒素を緑肥で供給した試験区の収量は、化学肥料で供給した区を1割ほど下回る。まあ、1割普通化学肥料で作ったより下回るんですけど、1割だけみたいですね。で、緑肥はヘアリーベッジとペルシアンクローバーを使った。で、試験の内容なんですけど、ヘアリーベッジを栽培し、10R あたりリン酸5キロ、カリ5キロを施用。ペルシアンクローバーを栽培し、銅リン酸5キロ、カリ5キロを施用。銅窒素9キロ、リン酸5キロ、カリ9キロを施用の3試験区を設けた。緑肥は11月中旬に種をまき、4月下旬にすき込んだ。で、一応結果としては、普通に栽培したより1割ほど下回ったっていうことなんですけど、これをなんでやるかっていうと、よく今耳にすると思うんですけど、緑の食料システム戦略、化学肥料 30% 低減を目標に掲げているので、まあこういう化学肥料を減らして緑肥などを使う技術で、で、同研究所は戦略の推進や肥料コスト低減へ緑肥活用の試験に取り組むってことです。まああとはどのぐらいコストがカットできたとかは書いてないんで、まあその辺がちょっとどうなのかなって感じなんですけど、で、私の会社でやっている緑肥よりこっちの方がいいっていうことなんですけど、まあ結論から言うと、大豆を作ると稲の時、お米作る時に声を結構減らせるので、まああと、まあ大豆のおかげですごいサクサクの土芽になるので、まあ稲やる時に白柿とかがやりやすいサラサラの土、まあちょっとゴミが多いとかそういう問題もあるんですけど、結構やりやすい状況なので結構おすすめというか、まあ、僕ら一部基本っていうか、大豆やる田んぼは稲をやって収穫した後小麦をやって、小麦の後大豆をやるっていう、まあ2年3毛作やる田んぼは結構あるんですけど、これ結構田んぼを有効活用できてるし、小麦の機械で大豆の作業ってやれるので、まあ、結構おすすめな
ローテーションっていうかいいです。で大豆をやると稲の時に声を減らせるので、こういう循環って結構いいかなと思います。その緑の食料システム戦略とかでも声を減らせるのが目標っていうならなおさらいい方法かなと思います。で今回はこの2つの記事について説明しました。最後まで視聴ありがとうございました。